วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เทพซ่าตอนนี้คุณอยู่กับผมมีบะครับพบกันอีกครั้งกับเกม Tales of Arise นะครับก็สำหรับวันนี้เราก็มาถึงพาร์ทที่13แล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ไปทำเควสย่อยนะครับในเขตของเมืองคาราเกียนะครับแล้วก็ซิสโลเดียนะครับส่วนของวันนี้นะครับผมคิดว่าจะยังไม่ทำเควสของมินันเซียนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะเดินทางไปที่มักฮาซาเลยนะครับก็พร้อมกันแล้วนะครับไปกันเลย雰囲気が変わった。油断するな。感じだ。私の術からは逃れられんぞ。動きが鈍ればこっちのものだ。ここまでだ。ミルスマミに早そうだね。大地が追いついている。博士どまえ、攻撃だ。恐竜連合だ。出歩く。こっち博士どまえ、山田アメトコーマッセンストライク。移設する氷の なかなか面白い技を持ってるんだな。助かったよ。早速お役に立てて何よりだ。おや、どうした。どうやら思わぬ収穫のようだ。なんだそのガラクタ。ガラクタとはご挨拶だ。このような造形今までに見たことがない。リメル、
気になるのか。あれ、古いダナの遺物じゃないかな。レナが攻めてきたせいで消えてしまったたくさんのもののその名残。それをレナの私が手にしている。君にしてみれば不本意か。別に、ただレナでもなきゃかまけてる贅沢許されないってだけ。ティオハリムも興味があるのか。惹かれると言った方がいいだろうな。作ったものの思い、辿った歴史、それを感じさせるものが好きでね。だがレナにはそうした古いものがあまり残っていないのだ。何が面白いんだか俺にはさっぱりだ。どうして、私たちの文化の遺産なんだよ。んなこと言われたってよ。これが何の役に立つってわけでもないだろ。そうでもない。こうして手にしていると、遥か過ぎ去りし古代への思いに胸が熱くなる。そういうものか。まあダナの遺産らしいし、粗末にはしないでくれよ。言われるまでもない。不思議な力を感じるな。拾ったやつで武器作れんじゃね。しばらく見通しが悪い道が続く。不意打ちに気をつけたまえ。やけに詳しいんだ。鋭なのにこんなとこまで出歩いたりするんか。一人になりたい、散歩がてらにね。何も言わずにいなくなるのはやめていただきたかったです。Thank you.
が上がったかな。そうでないと困るわ。ああ、答えてみせるさ。坂ばっかり、足に豆できそう。山の道だからな、慣れてないときついはずだ。そういうキタラは慣れっこなの？ああ、訓練でよく駆け上がったり降りたりしてた。クルルが隠れてて、倒れろ。行くよ、やめる。相手の術を使うか。
ダナのベリー。言いたいことでもあるの。敵に使う限りはない。よし、訓練の成果が出ている。新しい武具か。昔の人は何考えてこんなとこに作ったんだ。昔の人の方が元気だったのかな。さあ行くぞ。こっちが
感じだ。ちょっとした強行軍だな。安心したまえ。ここが峠だ。この先は下りになる。ってことはここから先がミハグサールか。そうだ、山の向こうにスルドの城が見えるな。なんだってこれ、昔の家か何かか。なんだろう。やるしかない。罪深き者に手を出せよ。
春の野で仰ぎ見るなりメナンシア。何を見るの？言わぬが花というものよ。うん、精度が上がったわ。まだ上を目指す。これいい装備か。ดูเหมือนจะได้ชุดของรินเวลนะครับもう戦いが楽になるといいな。โอเคลงได้ครับเราลัดออกมาSit down!
うん、前よりも動けそうだ。ทางนี้น่าจะเป็นทางข้ามไปวัดแคร์ซานะครับตอนนั้นเดี๋ยวแวะไปสำรวจฝั่งด้านขวาก่อนนะครับこちらの方が馴染んでいたな。敗北は遠慮しておこう。ตรงนี้ก็ดูเหมือนจะมีถ้ำเหมือนกันนะครับน่าจะมีไอเทมจะเหลือด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูThank you.
きな塔。ちょっと牧場の様子を見ねえか。金槌の音っていいよな。ลองเปลี่ยนอาวุธของเราก่อนนะครับไปใส่อันอื่นนะครับแล้วก็น่าจะคลาสได้นะครับみたいな。
たすら攻めて攻めて攻めまくる。戦いは先手必勝。確かに一気に畳みかける時のローの勢いは目を見張るものがあるよな。まあな、親父に仕込まれた技ってやつさ。打ち込めば打ち込むほど心が燃えて拳に新たな力が宿るんだ。ジルファに。そうか、ちゃんと受け継いでいるんだな。攻撃に徹するのはいいけど、敵の反撃には気をつけなさい。そんなもん食らわなきゃ関係ねえって。でも実際撃たれ弱いよね、ローって。人を落ち込み激しいやつみたいに言うな。ต่อไปเรามาทำอาหารกันดีกว่าよし、これを食べればどんな疲れも吹き飛ぶぞ。キョウハリム、付き合ってくれるか。メナンシアのことが心配なのか。なぜそう思うかね。キサラと何か話していただろう。盗み聞きは感心しないな。悪い、でも内容までは聞こえなかった。二人きりで話していたから、てっきりそうかと。私は役目を放棄した元鋭だ。今さらあの国について指図できる立場ではない。キサラもそれを承知で意見を求めてくる。私はもう彼女の主人ではないというのに。むしろ主人じゃないからじゃないのか。仲間としてあんたの見識を当てにしてるんだ。それは考えていなかったな。あんたは時々妙に抜けているな。学人など得てしてこんなものだ。それを精霊力だけで選ぶからおかしなことになる。だが自分なりに鋭として務めようとはしたんだろう。無論学びはした。統治のためというより生かさず殺さずのためといった体のものだったがね。私にしてみればその全てが吐き気を催す苦痛と死につながっていた。だから何もかも上辺の音楽で覆って聞こえないふりをした。愚かなことだ。だが踏み出したじゃないか。そうだな、道は暗いがともかく踏み出した。穴が待ち受けていないことを願うばかりだ。明日に備えるとしよう。行くか。氷の槍を投げ、リーズランドを打ち破る。
ヒュオハリムとどう向き合うかを考えているのか。そのことだが、やはりこれまでのように接しようと思う。あ、いや、家来として使えるという意味ではない。あの人を一人の仲間として考えた上での話だ。私はずっと誰かを守ることを務めとしてきた。だが仲間もまた守り支え合うものだろう。結果的にやることは同じか。あんたがそれで納得してるなら口出すことじゃないが、お前たちとどう付き合っていくかについても考えていた。俺たちと？私のこの旅の目的はメナンシアの外敵を取り除くこと、そして外の世界で得た知見を持ち帰り役立てることだ。そのために仲間に加えてくれたのは感謝しているが、私から何がしてやれるだろうかと思ってな。別に気にしなくていいさ。戦いでも助けられているしな。いや、それでは私が一方的に。と、悪い。なんか妙に腹が減っちまってさ。そういえば、お前たちは野外での食事はどうしているのだ？どうって、適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食えれば文句ねえけど。好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だがそればかりでは体に良くないぞ。なあ、野菜も食えって。当たり前じゃない。なるほど、偏ってるのだな。まあ好きなものを食べがちではあるかな。わかった。お前たちが健康でいられるよう私が面倒見よう。こう見えても料理の心得はある。だってよかったね、ロウ。何か？いや、あんたの方は何か思うところはあったかと思っただけさ。彼女のためには良いことだ。そういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の？まさか料理の腕を当てにはしていまい。レナってこんなのばっかり。リムル、それは心配せずとも戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと手を抜くつもりはない。別に疑ってなんかない。ただ一緒に行動する以上、互いのことをよく知っておくに越したことはないだろう。あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ往々にしてわからないものなのだから。みんな、ちょっと待ってくれ。どうした？まだ行けるぜ。鎧が重いんだ。少し休みたい。わかった。私もそろそろ休憩したいと思っていたところだ。
なんだ貴様まで。こんなところで道草を食ってる暇はないわ。ミハグサイルの主婦ニズまで休まず進むべきよ。誰が倒れても他の者を煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休めるときに休むといい。な、ああもう俺が休みたいんだ。それでいいだろう。余計な気遣いは迷惑よ。迷惑って、あのな、俺は別に。探したぞ。お前は、あいつ何者だ。探したと言ったな。俺のことか。うましき命。何？求めるはそれのみ。なぜだ、なぜ戦う。お前は誰なんだ。候補戦闘だよ。敵将軍に逃げるなんという動きだ。ブルドも凌駕するっていうの。死ねメッセージを。やめろ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 。おかげでまだ戦いそうだ。前線は頼むわよ。ああ。なるほど。外さないわ。うわ！
シオン。おい、シオン。アルフ。シオン。掴む力が強いわ。あ、すまない。大丈夫。大丈夫だから。なんとか急所を外れたみたい。急所って、そんなどう見たってさっきは。本当に大丈夫だから。なんであんな無茶をしたんだ。あなただって私をかばおうとしたでしょ。俺には剣がある。お前は違う。違わないわ。それに私は、うん、何でもないわ。ただありがとう。俺は何も。まあいいさ、無事ならそれで。アルフェン。いや、ねえ、あいつまた来るとか言ってたし、とりあえずここを離れた方が良くない？それが賢明だな。シオン、本当に大丈夫か？シオン、本当に傷は大丈夫なのか？ええ、治癒術もかけたし、傷跡も残ってないわ。けど剣があんなに深く刺さって。本当に大丈夫よ。それとも幽霊にでも見える？いや、そんなことはないが。心配してくれるのはありがたいけど、本当は大丈夫だから。シオンが刺された時、妙な光が生じたな。敵はそれを見て退いたようにも見えた。アルフェン、あれは何だったのだ？光？わからない。俺はただ無我夢中で。考えてみれば、炎の剣のことといい、何者なのだ君は。リンウェルのようなダナの精霊術使いなのか？アルフェンは記憶がないんですよ、キオハリム。それに今はここを離れるのが先決です。そうだったな。失敬した。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。運が良ければシオンもそこで休めるだろう。なあ、ระหว่างที่กำลังพักอยู่ก็มีชายปริศนานะครับบุกเข้ามาโจมตีอัลเฟนนะครับแล้วก็ทำร้ายชิออนนะครับซึ่งอัลเฟนก็ตกใจมากนะครับคิดว่าชิออนเป็นอะไรไปซะแล้วนะここなのか。あれ放題じゃないか。ミハグサールの主婦ニズ、そのはずだが、
まるで人気がありませんね。建物も。ああ、人が住んでいる気配が感じられない。兵士、ダナ人、どちらも姿は見えないな。作りから察するにレナ人の区画のようではあるが。ねえ、縄文に描かれていた絵、あれ漆黒の翼の紋章だよ。ダナの昔話、フクロウと松明で悪い王様を退治する勇者の、その勇者の紋章だった。間違いないよ。ダナの、そんなものが書いてあるってことは、つまり、もうこの町はレナに支配されていないってことだ。自力でスルドを倒したというのか。にわかに信じがたいが、この町の様子とは符合しているな。誰かいないか探してみよう。何があったのか聞けるかもしれない。ひどいありさまだな。本当に誰もいないのか。ครับตอนนี้เรามาถึงนีสนะครับเมืองหลวงของมัคคาซานะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนไม่มีใครอยู่เลยนะครับจนตอนแรกทุกคนก็สงสัยว่ามาผิดเมืองหรือเปล่านะครับแต่ว่าลิงเวลบอกว่ามีสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นปีกสีดำนะความหมายก็คือเหมือนกับฮีโร่ของชาวดันน่านะครับน่าจะหมายความว่ามีชาวดาน่าเนี่ยก่อกบฏนะต่อสู้กับชาวเลแนนนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านไปไหนกันหมดนะเราก็จะสำรวจรอบๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมีทางมันเยอะเลยเดี๋ยวตรงไปก่อนนะครับまれているようだな。何者だ、どこから来た。誰だ、姿を見せろ。訪ねているのはこちらだ。おかしな真似はするな。こっちはお前たちを吹っ飛ばすことだってできるんだ。アルフェン。俺はアルフェン、カラグリアから来た。アルフェン、炎の剣のアルフェンか。随分有名だな。これがその証だ。それとも家の一つも焼き払わないと納得しないのか。分かった、それには及ばん。漆黒の翼のバイフォンだ。いきなり脅したりしてすまなかった。
だが今は敵の残党を警戒しているところだな。誰もがピリピリしている。どうか勘弁してもらいたい。残党？それじゃあ本当にあんたたちだけでスルドを倒したのか？ああ、奴らの武器を大量に奪えたのが大きかった。あなたがここのダナの長なのか？いや、俺はただの指揮官の一人だ。狩猟はデダイム、会いたいなら案内しよう。ただ噂には聞いていたが、本当にレナを連れているんだな。わかるだろう、我々はやっとの思いでレナとの戦いに勝利を収めたところなんだ。誰もが連中に敵意を抱いてる。デダイムはその最たる部類だ。どこかで待たせておいた方がいい。そんなことはできない。それにバラバラになる方がむしろ危ないと思うよ。忠告はしたぞ。我々の本部はそこだ。私は別に構わなかったのだがな。あなた一人の問題ではないでしょう。確かに。戦いに勝ってもそれで終わりじゃないってか。ああ、ここもいろいろありそうだ。ก็ดูเหมือนเราจะเจอชาวด้านหน้านะครับก็คือกลุ่มดาร์ควิงนะครับกลุ่มดาร์ควิงได้ทําการก่อกระโดดนะครับกับชาวเลนได้สําเร็จนะครับก็ดูเหมือนจะขับไล่หลอดของมัคฮาซาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ทางที่รู้นะครับว่ากลุ่มของอัลเฟนนะครับกลุ่มที่จะไหนนะแต่ก็ยังไม่ไว้ใจนะครับวันนี้เราน่าจะไปที่ฐานกลุ่มดาร์ควิงนะครับお前がアルフェンか。思ったより細いな。ふん、鎧でかさ上げしてるってとこか。他でどれだけの活躍をしてきたにせよ、ここではこの俺デダイムが仕切っている。勝手な真似は許さん。覚えておけ。それにしても女や子供が一緒とはな。他領のスルドはよほど軟弱だったらしいな。なんだ、会うなり随分感じ悪いじゃねえか。ガキが出しゃばるな。親のしつけが足りないのか。だと。それじゃああんたがここのスルドを倒したのか。一体どうやったんだ。ふっ、奴らの爆薬を奪って取り巻きごと吹き飛ばしてやったのよ。そんなものを使ってダナ側にも被害が出たりはしなかったのか。価値ある犠牲だ。スルドを仕留める絶好の機会だったからな。それでそのスルドはどうなったのだ。残念ながら仕留め損ねた。だが淡くて逃げ出しやがった。逃げた？スルドが？ああ、とんだ腰抜けよ。巨星の皮を引っぺがされて今頃どこかで震えてるに違う。だが皆さん、どこにいようと必ず引きずり出して報いを受けさせてやる。やめておきなさい。スルドの力を甘く見ない方がいい。黙ってろ光目。お前がまだ息をしていられるのはそこの炎の剣に免じてのことだ。あなたの戦いはここの奴隷を解放するためのものでしょう。それを黙れと言ったぞ女。仮にもダナのために戦う男がなぜこんな奴らを連れている。なぜさっさと殺さない。殺すために連れているんじゃない。じゃあなんだ、見せ物にでもするのか。
仲間だからだ。バカな、レナはレナだ。300年間俺たちの血をすすり続けてきた奴らだ。それとも、貴様まさかその女がお気に入りなのか。てめえ何しやがる。よせデダイモン、今のはいくらなんでもお前が悪い。とっととこの国から失せろ、変節者め。この国は俺たちダナのものだ。俺が統治し、俺が導く。この漆黒の翼のデダイムが。おう、デダイム、解放者デダイム。この国の指導者はあんただ。光目なんか怖くはない。俺にかかれば全土のレナ人を追い出すのも時間の問題だ。漆黒の翼、漆黒の翼。おい、あんたら。だから言ったろ、レナの仲間は置いてけと。そういうあんたは大丈夫なのか。あまり穏やかじゃなさそうだったな。何、いつものことだ。あいつが怒鳴る、俺がなだめる。お察しするよ。それでまだ何か用があるのか。いや、デダイムに代わって一言詫びようと思ってな。へえ、義理がたいんだな、おっさん。デダイムも昔からああだったわけじゃないんだ。だがレナ相手に何人もの仲間を失うたびにな。挙句があの鋭のごとき態度とは皮肉なことだな。ねえおじさん、ここの鋭はまだ逃げたままなんだよね。目星とかないの？八方手を尽くしてはいるんだが、なかなかな。さっきエストルバの森が怪しいとは聞いたが。エストルバ。おい、まさか行く気か。デダイムは感謝なんかしないぞ。俺たちはデダイムのために戦っているわけじゃない。それにシオンが言った通り、スルドの力を甘く見ない方がいい。そこまで言うなら好きにすればいいが。あんたには迷惑はかけない。ただその前に、どこか一休みできる場所はないか。それならこの通りの反対側の突き当たりの建物に行くといい。新しい住居の割り当てがまだ決まらない者向けの宿泊所になっている。俺たちが行っても大丈夫なのか。炎の剣の噂はもう広まっている。いきなり襲われたり拒まれたりすることはないだろうよ。じゃあ俺はそろそろ戻る。達者でな。なあおっさん、あんたはレナに恨みとかないのか。ないわけないだろう。ただそこの二人には殴られたことがないってだけだ。とりあえず宿泊所に行って、これからどうするか考えよう。ไปที่ฐานของกลุ่มดาร์กวิงมานะครับหัวหน้ากลุ่มดาร์กวิงพูดถึงชิออนไม่ค่อยดีนะครับทำให้อัลเฟนโกรธค่อนข้างมากนะครับแล้วก็何か視線を感じる。誰かが助けを求めているんじゃないか。ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพักนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะทำยังไงกันต่อนะครับอ
それにしてもあのデダイムってやつムカつくやつだったな。あいつのことはもういい。それよりこれからどうするかを決めよう。どうするったってこの国のスルドはもう逃げ出したんだし、あとはあのデダイムが何とかするんだろう。私はスルドを追いたい。私もスルドを探すべきだと思うな。漆黒の翼の人たちが勝てるとは限らないし、スルドをそのままにしておくのはやっぱりまずいよ。そうだな。それに傲慢かもしれないが、彼らよりはまだ俺たちの方が勝機があるだろう。私も同感だ。これからのこの国がどうなるにせよ、スルドが残っていては安心できないはずだ。いいのかよ、デダイムの手柄にされるんじゃないか。俺たちは壁を壊す。その後のことはあいつが何を築き上げるか次第だ。バイフォンが言っていたエストロバの森とやらに行ってみよう。ただ何にしても一息入れよう。メナンシアを出てからいろいろありすぎた。どこに行くんだ？アルフェン。今は休んだ方がいい。何を焦っているんだ、シオン。変な言いがかりはやめて。部屋に戻ったらどう？シオンも戻るならな。シオン、スルドは倒す。約束は果たす。だからもっと信じて頼ってほしい、俺を。そうすると言ったら解放してくれるのかしら。ああ、もちろんだ。ゆっくり休んでくれ。じゃあ改めて行くってことでいいんだよな。あ、そのなんとかって森に。エストルバの森、しっかりしてよ。ครับก็ต่อไปนะครับเราจะไปตามหาหลอดของมัคคาซานะครับซึ่งคาดว่าจะเข้าป่าเอสเต้รู้ว่าไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็เดินทางมาด้วยกันพอสมควรแล้วนะครับประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนหลับฝันดีฝันดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ